オルタ三十両はイタリア共和国ピエモンテ州のバーラ県にある人口約1300人の基礎自治体。町はオルタ湖の東岸から突き出した半島に位置しており、湖上には三十両島が浮かぶ。町のそばにはサクロモンテがあるため、町と島は礼拝、巡礼の地として知られており、小規模ながら人気のある観光地である。オルタのサクロモンテは、 2003年に登録された世界遺産ピエモンテ州とロンバルディア州のサクリ、モンティの一部を構成する。ノバーラ県外略図ノバーラ県北部に位置するコムーネである。ベルバーニアから南西へ約 18km、県とノバーラから北北西へ約 42km、ミラノから北西へ約 70km、州とトリノから北東へ約 99km の距離にある。 オルタ三十リオの町は、オルタ湖に、東岸から突き出た半島の先端に築かれている。半島の南部にある丘に、サクロモンテが築かれており、半島の西には、三十リオ島がある。分離集落レーグロは、半島の根元にあたる場所に位置しており、鉄道駅もここにある。コルオーニオは、オルタ三十リオの町から2キロメートルほど離れた、湖岸にある。ベルギーの歴史家、軍人。 チャールズ・ローエンによるオルタのスケッチ・オルタは、ルー・アンドレアス・ザ・ロメとフリードリヒ・ニーチェの総話でも知られる。1882年5月、ルーは、ローマで三角関係の共同生活をしていた友人の、パウル・レート・ニーチェ、および彼女の母親と共に、ドイツへの帰途に着いたのだが、その途中数日間オルタに滞在した。ニーチェとルーは、サクロ・モンテを訪問し、 数時間を二人きりで過ごした。ルーはここで、ニーチェにキスを与えたようである。ニーチェは恋に落ちたが、ルーはこのことを忘れ、また、ニーチェとの関係を発展させることもなかった。この出来事とその後の人間関係の変化は、ニーチェの苦悶させることとなった。イタリアの最も美しい村クラブのカメーコムーネである、オルタコトーガンを走る SP229 が、 北のオメーニャと南のコッツアノを結んでいる。ありがとうございます。